山梨県飯田茂雄、テーマ虹色の太陽。それでは花火作家飯田茂雄より解説いたします。ではどうぞ。皆さんこんばんは。山梨県から来ました、最近花本店の飯田茂です。どうぞよろしくお願いします。今回、私が作ってきた、花火なんですけれども、虹色の太陽というタイトルで、まあ、基本的に、まあ、お日様に感謝しましょうと。で、まあ、皆さんが、今日ここに来てくれた皆さんがこの寒い中、わざわざ見に来てくれてるので、皆さんがほっこりとした気持ちになれればいいかなと思って作ってまいりました。それではよろしくお願いします。